よーくね、混ぜてあげてくださいね、これね。はい、どうも、お料理のお兄さん、リュウジでーす。はい、ということでですね、今回はですね、まだね、一滴も飲んでないんですけども、思考シリーズでございます。一滴も飲んでないでやる思考シリーズ、多分久しぶりだと思うんですけども、これね、結構、リクエスト多かったレシピなんですけども、思考の大クエスト。ガーリックライスってね、作り方がわかんないっていう方も結構いらっしゃると思うんですけども、今回はですね、このね、これこのホットプレート、ピーコック魔法瓶工業さんのですね、ミスターステーキアイス。これめちゃめちゃ優れもんのホットプレートなんですよ。ね、見た目、プレート違うでしょ、これ。このプレートが決まるんですよ。これを使って、今回はステーキを乗っけるようなタイプです。ガーリックステーキライスを作っていきたいと思うんですけども、このホットプレート、性能をフルに活かしてですね、最高に美味しいガーリックライスを作っていきたいと思いますので、作っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、今回はですね、ピーコック魔法瓶工業さんからですね、差し入れをいただきまして、それをですね、楽しみながらねやっていこうと思います。はい、こちらですね、分かっていただいてます、このチャンネルのことをね。はい、なので、ご好意に甘えて、はい、あ、これ皆さん、これプロモーションですけども、公認ですからね、これ公認ですから、はい、差し入れで持ってきていただくってことは公認ですからね。はい、なので今日はこちらを飲んで楽しく調理していきたいと思います。あー、ね、罪悪感がないっていいですね、公認ですから皆さん。はい、それでは材料紹介いってみたいと思います。まずですね、ステーキ肉3枚、今日はね、ちょっと見た目派手にしたかったんで、厚切りのサーロイン買ってきました。はい、でこれですね、なければ普通のステーキでも全然大丈夫ですので、近くのスーパーに売ってるサーロインを、もしくはロースのステーキ肉、とにかくね、ステーキ肉だったら大体美味しいので、これを今回は3枚、平均 250g なんですけども、3枚使っていきます。はい、ニンニクが8かけ、これ4かけずつ、ちょっと切り方変えて使います。この玉ねぎですね、1個分ですね、200から 250g。 ご飯、僕砂糖のご飯、いつも使ってるんですけども、4つ 800g、 これは別に炊いたご飯でも大丈夫ですから、あったかいご飯を用意してください。で、以上の材料でやっていきます。はい、それではですね、やっていきたいと思います。ニンニクを切っていきます。まずですね、これね、全部叩いちゃう。で、叩くと皮がよく剥けますので、粗みじんにしておきます。ちょっとね、砕いてね、これでね、香りをつけていきます。もう半分はね、また違う切り方するんですね。で、こいつはですね、普通にスライスしていきます。ガーリックチップをね、作りたいんでね。はい、こんな感じですね。もし芯があったら抜いてくださいね。今回はないんで、芯抜かないです。で、今度玉ねぎですね。玉ねぎはケツと頭を切り落として、みじん切りやっていきたいと思います。そうしましたらですね、お肉の処理をしていきたいと思います。で、サーロインなので、そんなにね、筋切りしなくても大丈夫なんですけども、これね、厚さ2センチぐらいあるんで、ちょっとだけ厚いんですよ、これね。この肉、3枚、出していただいて、包丁の背でいいんで、ちょっとね、タン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 と叩いて、ちょっと薄べったくしてあげましょう。サーロインはね、筋があんまりないので、まあ、ここら辺をちょっと切ってあげるだけで全然違いますから。はい、これだけでいいです。あとはですね、このお肉、下味をつけていきます。で、お塩ですね、はい、ちょっと厚めなんでね、強めに振ります。で、これね、岩塩とかじゃなくて大丈夫ですから、これね、はい、食卓塩で大丈夫。なぜかというと、岩塩と食卓塩は、味が変わんないって言われてますからね。でもね、舐めると変わるんですよ。これはね、塩の結晶の形が違うから味が違うって言われてるんですね。だから、こういうように水分のある、食材に、塩をすり込む時っていうのは、岩塩も食卓塩も結局一緒って言われてます。焼いた肉に直接振りかけるとかっていう時に使いましょう。そうするとまろやかな塩味が感じることができます。これね、フランスで論文が出てる、確かな情報です。はい、こんな感じで、こちらやっと出ました、ミスターステーキハウスですね。
ですね、こちら余熱で熱々にしてあります。今回は最大の210度で温めてるんですけど、ここにですね、今回牛脂、なければサラダ油とかオリーブオイルとかでもいいんですけども、できれば牛脂で、ね、これちょっと端っこに寄せてあげてください。でですね、この端っこに寄せた油にこのさっき切ったガーリックを散らしていきます。だからね、ちょっとね、油だまりを作って、ここでちょっと、ね、ガーリックオイルを作るような感覚ですね。で、ニンニクはここでチップにしていきます。火の通りがね、結構強いので注意深く見ててくださいね、これね。そしてこのガーリックの香りで飲んでいきます。ありがとうございます。こう飲んでいいよっていう感じがいいですね。で、両面この柴犬色になりましたら、このキッチンペーパーに取っていくと、いい色になりましたので、ガーリックチップはちょっと避けておきましょう。そしてですね、油が、ガーリックをまとった油がいい感じになってきましたので、これはですね、全体に引いてですね、で、ここでお肉です。まず結構ね、レアな感じで焼いていきたいなっていうふうに思います。で、今回ね、厚みもあるお肉ですので、大体ね、両面1分1分ぐらいやっていただければ結構レアな感じになると思います。で、1分経ったんでちょっとひっくり返して、こんな感じになりますね。あらら、美味しそうですね。これね、表面を焼いていく感じでございます。あとでね、余熱で火入りますんで、これはこのままで大丈夫。じゃあ、これぐらい両面ね、1分から1分半ぐらい、片面ずつそれぐらい焼いたら、で、これですね、ちょっとね、アルミホイルかぶしておきましょう。こんな感じでね。で、ちょっと保温させておきます。最後に切り分けますからね、ちょっとね、急ぎますよ。肉の旨味がね、ここに残ってるんですけども、ここにですね、はい、バターです。40g ですよ、これね。結構あります。こう溶かしていく。あ、めっちゃいい匂い。で、ここにガーリックです、はい、もううまいね。さっき肉を焼いた温度、一番強い210度で大丈夫です。すぐ溶けてくるんですよ。で、すかさずオニオン、玉ねぎを入れたら、できるだけこう広げていく。広げるとね、広範囲で熱が入りますんで、すぐ炒まりますから。玉ねぎはね、カレーとかだったら飴色にするんですけども、しなっとしたぐらいで大丈夫です。わかりますかね、このちょっとこう透き通ってる様が。これふつ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 といって、この焦げすらも、はい、いただくとですね。で、これぐらい透き通りましたら、ご飯入れていきます。僕の場合はパックご飯なんですけども、炊いたご飯でも大丈夫です。 800g 入れていきます。はい、味付けもしちゃいますね。まず、うまみ調味料、小さじ1と半分です。まず塩、塩はね、小さじ1で、なぜうまみ調味料を使うかっていうと、ガーリックライスってガーリックの香りをもう最大限に生かしたいんで、例えばコンソメとか使ってしまうと、コンソメの匂いばっかになっちゃうんですよ。うまみ調味料っていうのは香りを邪魔しない、これが最大の特徴になりますんで。で、この炒めたニンニクと玉ねぎ、こいつをですね、がっつりとこのご飯に絡めていきます。そしたら黒胡椒ですね。結構ね、やっちゃっていいです。思ってる3倍ぐらいやっていいです。3倍やる前にちょっと手が近いしやんね。はい、はい、いいですね。そして広げてあげてください。そうするとね、ちょっとね、おこげみたいなのもできてくるんですよ。これね、ホットプレートのいいとこなんですよね。保温性に優れてますんで、ずっとね、あったかいままキープできます。そしてですね、仕上げに醤油ですね。あ、これはもう本当に全体にバーッとかけるような、これで一気に香りがしてきます。これでもうね、保温にしちゃって大丈夫です。これでほぼガーリックレス完成。ステーキ、完璧ですね。あー、完璧。こうやってそぎ切りで麺を見せるように切ってあげてくださいね。そうするとね、見た目が華やかになりますからね。
それくらいですね。ステーキを並べていきます。はぁ、大丈夫これ、絵的に超メスティルじゃないですか。そうですよ、まあね、もうね、今日は贅の限りを尽くして肉爆盛りでいきましたので、じゃ最後のトッピングいきますよ。ガーリックチップですね。ガーリックチップをこうパラパラと、オイコショウですね、はい、お肉にも少しスパイスを効かせたい。パセリ、パセリを振ることによって一気にねお店感が出ますね。最後にお醤油ですね。最後にお醤油をちょっとお肉の方にもかけてあげると味がまとまります。ちょっとお店感を出すためにベビーリーフ散らします。少しこうシャレこけた感を出したい。あ、じゃあこちらで至高のガーリックライス。それではですね、とんでもないモンスターが出来上がりましたので食べてみたいと思います。いただきます。ビール飲んでいい？どうぞ。やっぱね、至高のガーリックライス合わせるのはやっぱね、至高のビールということで、ビールの追加とうまいんだこれ。じゃあ、いただきたいと思います。ほら、あ、お焦げできてる。これちょいできてる。これでしょ。いただきます。これはね、やっぱりずるうまいに決まってんじゃん、こんなの。このレアなね、お肉めちゃめちゃ柔らかく仕上がってるんですよ。それでいてですね、この鉄板で焼かれたガーリックライス、香ばしさがもう異次元ですもんね。うわ、ちょっと待ってこれ、めちゃめちゃうまい。ガーリックとバターの香りがすっごいしてるんですよね。なぜかというとコンソメとか余計なもので味付けしてないからですよ。うまっ、これ、これ肉バルやれるね。肉バルリュージやれる。開く、開こっか。全席にこれ用意しよっか。これはうまいよ。そしてここからですよ。みんな大体ここの時点でみんなチャンネル回すんでね、味変していきます。まずはね、これだけお醤油の味がついてるんだれば、わさびでしょう。これはこれさ、これ見た人絶対みんなやった方がいいよね。これは絶対やった方がいいと思う。今回はですね、帝国魔法瓶工業さんの方に来ていただいて、ミスターステーキハウスのコラボレーション、どんな味がするのかっていうのを食べていただきたいと思います。召し上がっていただきたいと思います。はい、こちらぜひ召し上がってみてください。はい、いただきます。はい、おいしい。本当ですか？めっちゃおいしい。ありがとうございます。うん、お肉すごい。お肉はね、そう、このプレートがすごく保温性がいいんですよね。なのでですね、結構ね、火力が強いんです。これまるでこう鉄板で焼き上げたようなこう焼き具合になるので、ライスのすごいいい香りしますね。僕のスタッフ以外で食べたの初めてです。帝国魔法瓶工業さんから美味しい、いただきましたよ皆さん。これは僕は分かりますけど、心の底から出てる美味しいだと思っております。なのでですね、ぜひ帝国魔法瓶工業さんも絶賛の至高のガーリックライス、ぜひ皆さん試してみてください。もっと減らしてもいいと思うけど、